今日は井上さん、はい、どんなお話を。今日はね、多分堀田さんも、私ちょっと堀田さんのブログ予習してきたんですけど、はい、堀田さんも多分関心を持ってらっしゃる、はい、英語帝国主義。あ、英語帝国主義、はい、この話をちょっと考えてみたいなと思います。いいですね、はいはい。でまあ、英語帝国主義っていうのは堀田さんもご関心持ってらっしゃるように、まあ、多分英語の拡張とか英語がどういうふうに浸透していくかっていう問題でもあるし、はい、それから、まあ、私の観点から言うと社会言語学として英語という、まあ、言語がどういうふうに、まあ、社会の中で受け入れられてて、うん、はい、人々の心理にどういうふうに影響を与えるかとか、はい、そういうトピックだと思うんで、多分、うん、今日は私の話題っていうことですけど、多分両方重なってる話題になるんじゃないかなと。はい、楽しみですね。思います。はい、でちょっと堀田さんのところで予習したんですけど、多分ね、英語帝国主義にはいくつかの捉え方があって、これ堀田さんのブログでちょっと拝見したんですけど、イギリスという国の中で英語というイングリッシュが、はい、まあ、要は支配的になっていくというのが一つの歴史的な流れとしてあるわけですよね。ありますね、はい、これは今日はちょっと分かんないんで、私それは堀田さんの話として、まあ、いつかしていただくかもしれないですけど、はい、特に、まあ、世界と、うん、それからまあ日本で英語帝国主義っていうのが、はい、どういうふうになってて、それがまあどういう議論があって、うん、今どう考えたらいいだろうっていうようなことを ね、ちょっと考えてみたいと思います。はい、まあ、これはまあタイムリーなね、うん、まあ、常にタイムリーな話題ですね。常にタイムリーですね、はい。まあ、帝国主義っていうのはまあ一種のまあメタファー、はい、比喩なわけですけど、うん、どういうところにまあ問題があるかっていうこと、まあ、よくある帝国主義批判の議論としては、はい、まあ、我々はなんかまあ前回前々回もそうでしたけど、いろんな意味でまあ英語の影響を受けて、はい、英語に毒されてて、英語で表現しなきゃなんないような世の中になってきてるっていう、でそれは我々の力を抑圧する存在として英語並びに、まあ強大国であったアメリカ、そしてその前はイギリスがあって、まあそういうふうになっているっていうのが、まあ大きな文脈として抑圧されてるっていうのが、ね、そうですね、一つ大きくありますよね。でまあその派生系ですけど、よく論じられるのは英語使えないとなんか劣等感があるとか、英語使える人はすごいエリートで、はい、かっこよくて、うん、でもできない人はなんか劣等でダメな人みたいな、はい、そういうもうなんか本当は言われない気がその劣等感みたいなのを持っちゃうみたいなね、うん、ありますね、まあ、日本にやっぱり蔓延してると言っていいと思うんですよね、うん、はい、未だにありますよね、はい、これだけ何かもう AI とか機械翻訳とかの世の中になってもやっぱり英語できる方がなんかおしゃれで、うん、ねっ、それが例えば、まあ、何でしょう、何語でもいいですけど、これ何の偏見もないですけど、英語以外の言語だったら何でもいいんですけど、例えばベトナム語できる日本人と英語できる日本人と、はい、どっちがなんかかっこいいかっていうと、うん、まあ、なんとなくやっぱり英語できる人の方がかっこいいって思っちゃう、うん、ああいう心理のことも、まあ、英語帝国主義批判の議論ですね、議論にはなってきますよね、はい、普段どういう感じで堀田さん、ちょっと私予習したと言いつつ、はい、堀田さんのお考えで英語帝国主義っていうのはなんか授業とかで喋ってます？喋ったりすることはありますね。どんな話として？基本的には抑圧されているっていうこととか、うん、あとまあみんな英語を勉強してるわけじゃないですか、うん、特に大学だと、はいはい、英米文学専攻ですから、うんうん、我々とね、そうすると、うん、まあ苦労して勉強してきたわけですよね。それに対してネイティブはずるいっていう、うん、そう発想があるわけじゃないですか。それ一つですね。つまり勉強しないでいいんだね、その分を別の有意義なことに時間とエネルギーとお金を費やさなければいけないところを、我々は何年かかって、でしかも上手くなってないっていう現実もあり、はいはい、時間お金もそうですよね、うん、エネルギーを費やして、うん、こんなに費やしてるのにまだ劣等感って、これ、うん、何なのこれ全体一体っていうようなやはり問題意識みたいのはあって、うんうんうん、やはり国際的な議論で英語を使わざるを得ないっていう時に、まあ簡単に言えば口喧嘩したら絶対負けるわけじゃないですか、うんうん、どんなに英語上手くなったとしても、うん、裁判があったら言い負かされるだろうしという、うんうん、そのあたりのまあ不均衡といいますか、うんうん、どう頑張っても、ネイティブと渡り合うことっていうのはできないではないか、うんうん、いざとなったら絶対ネイティブのそのね
力をこう出してくるっていう可能性が常にありますよね。っていうありますよね。ことなんですよね。現実問題としてね、ビジネスでもそうですよ ね。よく言われてますよね。そうですね。うん、特にまあ武力ダメとなると、まあ、口の力っていうことで、はい、おしゃべり力になってくるんで、うん、ますますなんですよね。はい、そうなんですよね。はい、でこれで、まあ、あの英語やっぱりまず一つが今堀田さんおっしゃったように英語使えない人が不利で、うん、英語母語の人が有利だっていう、はい、まあ、それが、まあ、メタファーとして比喩として帝国主義っていうのがうまく言えてるのか分かんないですけど、まあ、圧倒的現実として、うん、まあ、ありますよね。ありますね。で、まあ、堀田さんが言うほどの歴史じゃないですけどちょっと少しだけ振り返ると、まあ19世紀は国際条約なんかは大体フランス語で書かれてますよ ね、はいはい、それがちょっと私の記憶では1922年のワシントン条約、何かのワシントン条約ってたくさんあるんでよく分かんないですけど、何かのワシントン条約で英語も兵器になる。そうです ね、 ね、それは事実として、はい、そうですね、はい、第一次世界大戦後に、うん、まあはまあ、言語的な覇権が今までの、はい、まあ、伝統的なフランス語から英語に完全に切り替えた、ね、ということですね。1922年が兵器っていう、普通、普通兵器兵器だったと思いますね。 ですよね、はい、まあ、そんな感じで国際社会でも、まあ、英語がだんだんのし上がってきて。そうですね、はい、まあ、逆に言うとこの100年っていうことなんですよね、うん、そんなに昔の話ではないっていうことですよね、うん、でこの英語帝国主義を論ずる人っていうのは、まあ、基本的にはあの悪口として帝国主義って言ってるんで、うん、まあ、英語帝国主義批判をしてるわけですけど、そうですね、はい、この状況がどういう状況なのかっていうことを、うん、まあ、いろんな議論ありますよね、はい、例えば、まあ、あの武力によって国を支配して、そしてそれに付随して言語も押し付けると、はい、まあ、いわゆる英語の、 あの英語圏のアメリカとかイギリスの、まあ、いわゆる旧植民地の国々のところは、まあ、そうだったわけで、うん、でそれがまあ一つの形として上から押さえつけるっていうのはあったわけですよね、はい、でもう一方は英語ができた方がいい仕事につけるとか、うん、高収入になるとか、はい、そういう理由で一見積極的に自発的に英語を自分の、まあ、あの防護ではない英語を身につけようとするんだけど、いつの間にかその英語もできた方が収入が得られるとか、うん、高い地位に行けるっていうことで、はい、いつの間にかやっぱり英語の方がいいっていう、そうですね、そういうふうに、ね、なっていくっていうこともやっぱり英語帝国主義っていうような言い方をするときありますね、つまり英語ネイティブからするといやそこの日本人英語勉強したいって自分で言ってやってるんでしょ、そうそうそう、押し付けたこと一回もありませんよみたいなことなんですが、うん、事実上は構造的に、うん、社会構造的に押し付けに近いというふうに強く捉える立場が、まあ、英語帝国主義批判ということなんだと思うんですけど ね、 ね、これあの 旧、はい、旧ソビエト圏、ソビエト連邦圏のロシア語も似たような関係がやっぱりあって、なるほど、はい、うん、今ウクライナは非常に問題になってますけど、これちょっと私別のところでウクライナの方とお話をさせていただくんですけど、はい、やっぱりその旧ソ連 の、 あの、まあ、いわばプロパガンダとしてロシア語は賢い言語、うん、ウクライナ語は喋ってるとバカだみたいな、うん、そういうのすごい植え付けるらしいんです、うん、でそういうような関係もやっぱり、まあ、広い意味での帝国主義ですよね。そうですね、そういうようなことがやっぱり起こっているっていうのが、まあ、一つの議論としてありますよね。ありますね、はい、それからもう一つこれと関連する議論として、なんでじゃあ英語がこれだけ帝国主義的な立場になったのかっていう、これ堀田さんも書いてらっしゃいますけど、うん、はい、ブログでね、はい、英語は国際的な言語になった理由は、まあ、いろんな要因があるだろうけど、はい、まあ、一般的に言語学者の考え方からの多くは別に言語として優越なわけではない、うん、たまたまとんでもなく強い国が英語の話してたちの国で、はい、それで、まあ、そのとんでもなく強い国が世界を制覇して、うんうん、それは軍事的にも経済的にも制覇して、そうですね、はい、それでその言語が入ってきたっていう、そういう考え方が、まあ、多いと思うんですけど、うんうん、私ちょっと思うのは英語ってでも他の言語と見て学びやすいっていう側面が、まあ、あるんじゃないかなっていう、ほうほう、間接的にね、いやもちろん大きな話としてはもちろん圧倒的に英米が、はい、歴史的に強い国だったから、うん、たまたまこの英語っていう言語が、うん、あの帝国主義的な地位を築いたっていうことなんですけども、
まあ、なんか英語が普及していくっていうのはなんかそれだけではないような気がするんです、うん、でもちろん例えばハリウッドのいろんなエンターテインメントのコンテンツが世界的な力を持ってたとか、うん、まあ、もちろん経済的なものもありっていうことなんですけど、なんかじゃあ例えばあのエスペラントみたいなね、はい、シンプルにして誰でも学びやすい言語っていうふうに歌っている言語が、うん、我々にとって学びやすいかっていうと、うん、どうなんでしょうっていう、まあエスペラントは学びやすいっておっしゃってますけど、言ってますね、うん、でもどう考えても私見ると、まあ、ちゃんと勉強してるわけせんけど、やっぱりヨーロッパの言語が背後に見えかけして ね、で英語という言語ももちろん我々とは全然異質ですけど、うん、核変化の仕方とか男性名詞女性名詞とかっていうなんかめんどくさいのがないとか、うん、そういうような要因もなんか多少あったんじゃないかなっていう、うん、それどう思います？なるほど。私はあの全くそれを考えないんですよ、うん、そういう考え方はせずに、うんうん、でもしかするとあり得るのは、うん、その帝国主義的なといいますか、まあ、典型的には力武力によって、うんうん、世界に影響力を与え、その後に英語という言語がこうついてきて、うん、世界に、まあ、巻かれたと、うんうん、で巻かれて、まあ、ある意味しょうがなく学ばなければいけないっていう状況に多くの国がなったりするわけなんですけれども、うんうん、その際に、他の言語だったらもうちょっと大変だったかなとか、うん、英語だったら、だったからもう少し楽にできるみたいな、あ後から見てのその難易度の差みたいなものっていうのは影響する可能性、うん、その習得の容易さとか可能性はあると思うんですけれども、うん、後付けだとね、後付けに近いかなと思って、はいはいはい、なるほどね、でしかもあの英語習得我々できてないので確かに英語が簡単っていうことのポイントがやっぱり分からないんですよ。なるほどね。簡略化してきたっていうような、うん、まあ、英語詞の流れなんかも屈折なんかもあって、それは一つ言えるんですけれども、うん、屈折が簡略化したということであって、学習が容易になってるかっていうと、うん、こう私は英語が簡単だと口が裂けても言えない。なるほど。これだけこう、ね、やってきてやっぱり全然ね、はいはい、ネイティブ並みになるわけはないっていう点では、はいはい、やっぱり英語が簡単っていうのはそもそも、一学習者の時点でまず受け入れられない感じなんですよ、うん、まあまあ、もちろんですよ。なるほどね、なるほど。簡単だったらもっと多分、はい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 、うまくなってるんじゃないかなとか思ってたりするっていうことが一つあるんですよ。はいはいはい、はい、ということで投げてみました、はいはい、まあこれフランス語だったらどれぐらいの努力量かなっていう、うん、まあ比較の問題なのかもしれないですけど、比較の問題ですか、ね、まあ、もちろん今の私のはちょっとあのすごくマイナーな考え方ですよね。言語学者としてはまあ普通はしない考え方だと思いますけど、うん、まあ、ちょっと議論としてそういうことを考えるっていうのも一つの議論として、まあ、あることはありますよね。議論ありますね。はい、あともう一つは英語帝国主義のパラドックスっていう、そういう言い方をする議論が、はい、あって、うん、つまり英語帝国主義けしからんって言っている人たちは、まあ、確かにいると、はい、でも結局その英語帝国主義はけしからんって日本人が例えば言ったとして、日本人以外の人たちに英語帝国主義けしからんっていうのはどうやって言うかっていうと、結局英語で言っちゃってるっていう、あ、はい、そういうことを論じてる人たちもいますよね。いますね、はい、それは、うん、まあ、英語帝国主義のパラドックスというような言い方だとか、まあ、いろんな言い方してると思うんですけど、そうですね、まあ、それは難しいと、はい、インドなんかでも、まあ、旧植民地だったわけで、うん、英語っていうのは抑圧の象徴であるから、うん、まあ、インドで非常に英語がね、うん、まあ、結果的にうまかったり喋れる人も多かったりするんですが、うん、その抑圧の歴史からやはりできれば使いたくない、自分たちの言語でやりたいっていう人が、うん、あ、こうね、デモ行進をした時に掲げるのがね、やっぱり英語で、うん、反英語みたいな書き方をしているっていう、うん、そのパラドックスかと思うんですけれどもね、その辺も、まあ、ジレンマって言いますかね、ジレンマですね、うん、難しいところだと思うんですけど、で私はもちろん基本的には英語帝国主義っていう現実はあったし、それからさっきの話もありましたように英語が国際語であるとか、まあ、我々が学ばなきゃなんない言語だっていうのは、まあ、政治的経済的要因っていうのが、まあ、第一の要因としてあったと思うんですけど、
で私どっちかというと、まあ、言語学者というよりは現実を生きる人間として英語帝国主義の批判する議論ってなんか今あのお話しされたような意味でちょっとなんか虚しい感じがするんですよね、うん、でもどうすんのっていう、それはそうだけどっていう、うん、まあ現実を確かにね、あのさっき言った心理的な面を言うと意味あると思うんですよ、うん、これ我々英語やんなきゃなんないのは別に何の正当な理由と思ってるのは実は本当に歴史的経済的、うん、まあひょっとしたら軍事的そういう理由で学ばざるを得なくなっているだけだよっていうのは、うん、ある種のまあ心の解放っていうか、うん、心理的負担を下げるっていうね、はい、意味はあると思うんですけど、でもまあ結局どうしたらいいかっていうと、うん、まあなんかね、うん、まあそういう意味では確かに英語話者っていうのは得してるわけで何も努力しなくてもいいんでそれはけしからんっていうね、うん、ことはあると思うんですけど、まあ、私はなんか現実的なことを考えるとなんかちょっと違うフェーズにこれから入っていくんじゃないかなというふうに思っていて、なるほど、まあ、ちょっと前もちょっとお話ししてましたけど、はい、まあ、AI とか機械翻訳とかで、はい、だいぶこの辺のハードルが下がってくるんじゃないかなっていう、はい、だから英語帝国主義っていう言葉もちょっと私今日持ち出しながらもなんか久しぶりじゃないですか、トピックとして。そうです ね、はい、あんまり言わなくなって、あんまり言わなくなってきましたか ね、だから現実問題として、まあ、英語できる人が増えてるのかもしれないですけど、うん、まあまあのところね、まあ、堀田さんが苦手とかできないって言ってるレベルと一般人の一般人の人が言ってるレベル全然違うから、いやいや、うん、だからまあもうちょっと下のレベルだと思いますけど、でもまあまあでも英語で仕事してる人も多いし、うん、ね、そういうような現実になっているというような意味で、まあ、言わなくなってるのかなっていうのね、うん、次のフェーズに入ってきてる、うん、それはすごく分かるような気がして、先ほどもまあインドの話をしましたけど、うん、今アンチ英語っていうことはせずに、うん、むしろインディアンイングリッシュと、うん、インド風の英語ということで、ね、うん、スタンダードイングリッシュと距離を分けると、うん、その距離を取ることで、まあ、今まではアンチ英語って言ってたような、うん、そのあと負の、少し歪んだようなその負の側面をこっちでこう処理しようとしてる。なるほどね。スタンダードなイギリス張りの英語ではありませんよっていうこと で、うん、でこれは英語を半ば受け入れたんだけれども完全には受け入れてない、やはり距離感を取るよっていうような、そっちのフェーズに、なるほど、ね、アンチ英語ではなくてインディアン・イングリッシュの売り出しみたい な、 なるほど、そっちの方向というのと似てる議論になってきてるかな。やっぱり日本と比べると英語が入ってくる度合いがちょっとインドと日本ってだよ、うん、だいぶ違いますね。違います ね、 ね、はい、まあもともと歴史的な関係も違うし、うん、まあ、そういうような関係も ありながら英語帝国主義ってなんかちょっと懐かしいワードに、うん、懐かしくなりつつありますね。確かに。でこれで今テクノロジーが進化して、まあ、今実際に Google 翻訳とかスマホでなんかいろんな翻訳機械使って、うん、はい、まあ、外国のお店とかは、はい、普通に食事したりするので ね、 ね、できたりするというような話も、うん、もうなんか実用化してますしね。そうですね、うん、どうなんでしょうか。今まで、うん、考えていた英語感とか外国語感とか、うん、そういうのがまあだいぶなんか変わってくんじゃないかなっていうのが、うん、やはり時間とともにその英米とこう紐付けられていた英語みたいなものが、うん、現実として、必ずしもそうじゃない、うん、ということになっていくと、うん、もう紐付けが緩くなるとかつてのこうね、遺恨であるとか、うん、例えば植民非植民地にとって、うんうん、そういったものもゆっくりとこう和らいで、はい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 、傷があって言いますかね、はいはいはい、和らいでいくとか、まあ、我々もずるいよっていう気持ちがあったわけなんですが、うん、技術の力もあって、うん、その、ずるいよって感じる機会が少しずつ減ってきたりと か、うん、だからそういうことはこう時間というのはあるのかなっていう気がしますけどね、うん、そうですね、はい、まあ、変わってきてると、うん、むしろね、英語ネイティブの人がもし英語しか話せないなら使えないならむしろかわいそうだなっていう、そういう世の中に ね、ええ、なっていればいい。それはネイティブスピーカープログラムって呼ばれてるんですけどね。つまり今まではネイティブが偉いっていう風になって、うん、そうじゃない人は、偉くないっていうことをある意味反転させたような形で、うんうん、英語しか喋れないんですけどオタクみたいな言い方を、うん、ある意味
流行らせるという、 こう逆襲みたいなものに出てきているっていう可能性があって、うん、ただこの逆襲自体がやっぱり英語帝国主義批判的なところに発想はあるのかなとも思わないでもないので、根本はね、根本は、根本はそういうところにね、はい、あるかもしれないんで、そうですよね、はい、いや今日なんか勉強になっちゃいました。いいのか、久しぶりのね、本当に英語帝国主義